さあ、時を、まあ時系列的にはめちゃくちゃなんですけど、マリオとルイージたちも実はゲラゴーリの森に行く用事があったんですよ。まあここにスタービーンズがあるんですよね。ということで、レコードでこれまでの話を見るとわかるんですけど、森の方に落ちた模様ということで、まあ時系列はめちゃくちゃですけどね、マリオたちは再び森にやってきましたよ。懐かしいな、ここ来んのも。どこにあるんだろうな、にしても。あ、お前じゃん。どう見てもお前じゃん。じゃあ、ファイヤーで、突進して、ここ通してもらいましょう。え、なに？カタツムリがいるんだけど？なんだ、あのカタツムリ。ここ先、マイマイ族、聖域。よそ者を通す、いけない。マイマイ族。マイマイ族ってなんだ？なんだ、ここ。ここ。マイマイコロシアム。生き残る難しい。はい、戦いなら、ルイージに任せてくれ。はあ、マイマイ族の、まあ、マイマイというか、カタツムリばっかだな。はい。マイマイコロシアム、挑戦勝つ、マイマイ族、あなたたち認める。ああ、なるほどね。そういう感じか。ここ。マイマイコロシアム、受付、あなたたち挑戦するよ。あ、多分、ルイージが無双できるんですよ、本当に。挑戦、500コイン。高っ！あ、500円先に払えば働か。まあ別にいいけどさ。いっぱいあるから。じゃあ500円払うよ。マイマイコロシアム、何度も挑戦、コツを覚える。挑戦待ってる。あ、これ戦いじゃねえな。多分これ戦いのやつじゃねえな。多分ミニゲームだな、これ。ほらー絶対ミニゲームだと思った。まあ何をするか分かんないもんね。はい、時間内でゲラロックの数を競う。誰もが興奮しまくるワクワクドキドキです。何をするんだい。ところで、わあ、ゲラロック、わあ、当たるとビリビリします。バーで、あー、なるほど、なんかホッケーみたいな感じだ。なんか64のさ、バリアードのホッケーみたいな。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。バリアキノコ出現。これは跳ね返さずに取ると。あー、なるほど。で、どうやって、バリアは AB ボタンで好きなの飛ばすことができる。あー、はい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 。移動がされたこと、回転いるあるね。オッケー、行きます。怖っ。じゃあやってみよう。何匹倒せばいいんだろうね。うわあ、うわ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 。とりあえず当たらないようにしよう。ルイージとマリオが当たらないようにしよう。せめて。ルイージとマリオが当たら、いが、あ、よし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 。ルイージとマリオが当たらないように調整しよう。いやあ、なんかこういう、あ、ルイージ取って。よし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 。これだったら、ちょっと強気に。あー、そっか。もうバリア守れたら取れねえ。バリアなくなった。ルイージ取って！よし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 ！すげえ、なんかアクションミニゲームが始まってる。とりあえず適当にもう打ち返せばそのうち当たるって。そのうち当たるよ。あー、やっちゃった！マリオ飛ばしちゃったね。はい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 。マリオは絶対当たらないようにして。マリオ、マリオの。マリオは当たらないで気をつけて。マリオー！取れ！もう行くぞ！よしよしよし。はい。はい。はい。マリオ取って、マリオ取って、マリオ取って、何すんの？あー、マリオ取って、何すんの？あー、やっちゃった！え、何？あ、終わり？ハイスコア達成です、30! 割と楽しかったな。あなたチャンピオンも。いや、割と楽しかったよ。じゃあ、マイマイ族の誉れを持ってるんでね。それ。マイマイの誉れ。あなたたち、コロシアムチャンピオン。マイマイ族、あなたたち認めた。スタービーズがこの先にあんのかな。ああ、ああ、いらっしゃる。久しぶりパーニョ。よう、なんだっちょ。まあ、またお前だっちゃっちょか。ここのお高さに見つけたっちょ。ああ、ダメだよ。パーニョはどうすんだ、お前一人だぞ今回は。新人クッパもいない。追い詰めない。自分から追い詰めないに行くなんで。チームがじゃがって。今回は俺と思ってダメになっちょ。俺の先頭そのでもなっちゃおう。来たか。さあ、パーニョ一人です。
言うことはありません。なぜならですね、もうもともとパーニョがもともと倒してるパーニョっていうのはアイテム奪い攻撃が超めんどくさい敵なんで、そこさえ気をつければいいんですけど、前回お見せした通りとにかくルイージが強いんですよ今。まあ72がどんぐらいかわかんないけど、じゃあ行きましょううん、まさかワンパンしないよな。行くぜー。はい、よいしょ、レッツゴー。えい、70、はい、よいしょ、78、はい、50 64、はい、80。うわー、いったね。何耐えたんだろう。え、どうなの、346、ははははもうカンカン来る。はい、OK、 102。なんで102も出んの、カウンター攻撃でカウンター攻撃102はやばい。んー、じゃあ新しい技使いますね。ファイアブラストデックスも行こう。行くぜー。うわー、ルイージ、はい、はい、よいしょ、250。やっぱりちょっと待ってバーニョ弱いまあ一番今までの中でさ、かなり雑な倒し方したな。パーニョにとってはかわいそうなことだけどね、これで4つ揃いました。パーニョには悪いけど悔しいっちょ、でも諦めないっちょ。えっ、パーニョって神出鬼没もしかして。さあ、いよいよ長い旅を見てスタービーズを4つ、かけら4つ集めてスタービーズが復活したわけですけども、スタービーズが復活した。ただこれを渡さないといけないのか。うむ、これでスタービーズは元に戻ったが。ゲラクッパがメッセージが届きましたぞい。それを見てるってことだもんな。ってことは 3DS だ。うしうし、よくず集めた。それではそのスタービーズを赤と緑のヒゲたちに持ってこさせるんじゃ。場所は海の端っこのジョークエンドじゃ。うん、名前がすごいのよ。ジョークエンドから海底から歩いてはいけないぞ。ちゃんと海の腕を移動できるようになってから来ることじゃ。途中でスタービーズを起こすんじゃないよ。うむ、しかし奴の目的は、ピーチ姫を攻撃して、スタービーズを目覚めさせること。スタービーズを渡してもピーチ姫が嫌がるよ。ピーチ姫も嫌がるし、ピーチ姫を返してくれとも思わない。確かにそうですぞ。安心してください。奴はね、これを渡せばいいのさ。もうちょっとまともな作りできない？スタービーズ偽物って言われてもさ、偽スタービーズを手に入れたって言われても、ちょっと似てないな。姫様のお着替え持ってきてください。これ逃げようとして、どうしたボルボルガサガサ。おお、なんということだ。ジアも行ってもだってもいい。もう。せめてジアの心を貸してお着替えセットをぜひ。いらん。先が読めんだよ。ジョークエンドに行くには海の上を移動するしか方法はないけど、浜辺に行けば何か方法がわかるかも。サーフボードみたいなのがありゃいいんですけどね。昔サーフィンができる場所があったらしい。それじゃあ二人とも作戦通りに。もうこれ忘れるとこだった。え、おお、急流危機のここいい。待てよ、キノココインだよね。為替的に本日の為替レートに99コインは99万円コインじゃ。欲しい将軍の為替レートだな、こんなことには。浜辺に行きたいんですよ。ただしこの岩が壊せません。ということは叩き直してもらう必要があるのでは。ああ、よかったーって寝てる？おう、誰かと思えばまたマリオボザーズかよ。ちょうどいいところに来ただよ。俺たちたった今、新しいハンマー作りの技をマスターしただよ。それ疲れて寝てたってことか。お前さんたち、またハンマーを叩いてもらいたいんだよ。
まあそうね、あそこに進むために必要だからね。お披露目を兼ねて、さすがまあ叩き直したようだよ。行くよ、おうよ。おお、め、回転力が上がっている。おお、すげえ。さあ、そして金色のハンマー。いい仕事したかよ。ハンマー抜けば最高だよ。前パワーアップしただよ。ウルトラハンマー、いよいよ伝説の。壊せないはもうないです。俺たちの力出し切っただよ。このハンマーをいつでも対戦で食らってくれよ。ありがとうな。というわけで、今度こそ壊せるようになったんでね。ハンマーをして、でですよ。え、海を渡りたい？それサーフボードなんか無理ってもんだね。そうだね。そこの溝に何かを無理やり埋めたら、形が変わってサーフボードの代わりになるかもね。ちょっと待って、あのね、まあ俺知ってるんでいいんですけど、なかなかこれ今からルイージファンには厳しいっていうか、このゲームなんかルイージの扱いが時々雑なのよね。どういうことかっていうと、はい。何かおかしいんだ。あ、スライドパッド！あ、待って。すげえ！スライドパッドで移動できる。お、すげえ！どうかと思うけど、これ兄弟の使い方じゃないよ。これは兄弟の使い方とは到底言えないけどね。で、上空エンドだっけ？オッケーオッケー、じゃあこっち行こうか。はいはいはい、じゃあ行きますね。いやいや、どうなのこの使い方。空気入れで戻すなよ。じゃあここかな。来た。曲がね、もう不穏なのよね。着きましたね。ここは、名前がすごいですけど、ジョークエンドです。あ、なに？あ、誰？ちょっとあんたたち？この神殿はあちしの遊び場なのよ。あんたたちもここでお遊びしたいの？だったら、先輩のあちしがあいつがやつがしなさいよ。ジョークエンドの民ってことだよね。あ、あちし？あちしはジョジョだ。この神殿を守っていた精霊。の子孫の親戚の友達よ。他人じゃねえかよ。割と、まあ、今までここに来た経緯だよね。ただ、うん、俺は、うん、あ、今のところは。ピーチ姫？ゲラクッパ？あちし、難しいことわかんないのことよ。まあ、いいわ。入りたければ勝手にどうぞよ。あんたたちが今までどんな冒険してきたか、あちしは知らないけど。ここから先はそう簡単に進めないのことよ。なんか、あそこにずっと追いかけてくる何かがある。なんだこれ。なんだこいつ、誰だ。う、ワフ。まあ、どうでもいいんだけどさ、俺がさ、台風ブルース何変わった。ルイージがハンマーを踏むとは B ボタン。マリオはチームマリオです。A、高速連打。チームマリオ高速で回転させましょう。こういうのもあんの。確か無限攻撃だっけこれも確か。へぇ、タイフーンブロス。ルイージが攻撃するやつだ。A ボタン連打。一回やってみるか。まあ、元の試しで。B、スライドパッド。OK、行きます。やってみよう。B、どっちだろ。へぇ。習うより慣れろ。おう、誰？なんか随分関連地に住んでるムーチョさんですね。どなただい？あなたは。スノームーチョ。なるほど。失礼ながら私はこれで失礼します。全体攻撃ができる便利な技があるんで上からせー。何？あ、ジョジョだ。上の方行った。こっちまで来れるかちら。ジョジョらの導きに沿って進んでくって感じか。あれ、何？私は気象学者。気象学者の私にとって、骨
この辺りの海の発明品はとても興味深いです。温められて上に上がる空気に海底エネルギーが加わる。はい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 。なんと強力な竜巻が発生するのです。あーなるほど。じゃあ早速これできますね。それジョークの出汁入りスープ、沸騰させちゃダメよと。これあーワンなんだなんだなに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 、ワフーてめえかなんだよ。もう今俺が説明文読んでる時だべや。同じだぞ。何でやっても結果は一緒。薪があります。まず薪に火をつけます。そうするとスープが沸騰する。この上でさっき気象学士が言っていた回転させるという話を用いるわけですね。この子でスピンジャンプすると竜巻ができるわけだ。オッケーオッケー。じゃあ向こうに上がろう。なんだ？あ、ここから先が本番なのよ。さっさと諦めなさい。向こうにどうにかして行かないとダメってことか。